おはようございます。阿部寛です。もうなんか コーヒーに興味を持って、10日ほどが経ちました。早いよ、これ。これは10日で買うものではないですが、ものすごい勢いで、なんでしょう、沼に飛び込んで、スケキヨ状態ですけど、買ってしまいました。これなんだかわかんない人もいると思うんで、とりあえず箱を開けながら話しますが、ウィーローストというメーカーの、もともとは多分クラウドファンディングかなんかでやってた製品で、今は安定供給というか、そのサイトができてそこから買えるようになったんですけど、エンジョイライフウィズスペシャルティーコーヒー。なんでこんなに箱でかくしたんだろう。よいしょ。中身は割とシンプルにこれだけでした。ホームロースター。豆の焙煎機ですね。コーヒーの生豆を焙煎して自分好みの入り加減にしてくれる機械ですね。昔、もう10年以上前に1回コーヒーに興味が出た時期があって、その頃にもうメーカー名忘れちゃった、やっぱりどっか小さな企業が手探りで作ってるみたいな機械で、生豆を買ってきて上にザラッて入れると焙煎してくれて、下にグラインダーがついてて好みの粗さに挽いてくれて、そのさらに下にお湯を入れとくと、そのお湯を入れとくとか、水入れとくとお湯を沸かしてくれるんだったかな。もう全部一通り入ってて、豆と水入れたらコーヒーが出てくるみたいな、すげえ機械があって、なかなかのお値段だったんだけど、なんかその頃にそれを買ってコーヒーを飲んでいた時期がありました。でもその頃にはそのなんか味とかに興味があんまりなくて、面白ガジェットとして買っていて、でやっぱり小さなメーカーが、そのなんだろうな、すごくこう手探りで作ってるみたいな機械だったんで、故障が多くて、どのぐらいだろう、1年足らずで使えなくなってしまって、2回ぐらい修理出したんだけど、やっぱダメで途中で使わなくなっちゃったんですけど、今回はその頃からやっぱり時間も過ぎてますし、このウィーローストに関しては結構大きな企業なのかな、なんかどのぐらいの企業規模のとこなのかわかんないですけど、マニュアルが折れてますけど、ちょっと、まあ、このぐらいはいいですけど、とりあえず全部出すか。さて、どんなもんでしょう。こんな感じの機械で、デザインはなかなかというか、かなり良いですね。でもなんかデザインがしっかりしていると、なんていうかな、そのこのものづくり的に余裕を感じるというか、なんかこいつは安定して引いてくれそうだなという気がしますね。で、ウィーロースト自体が、なんか生豆2種類つけてくれていて、ウィーロースのサイトでそのいろんな品種の生豆を販売もしていて、なので、まあ多分この機械を売りつつ、生豆の販売なんかもやって、会社としてうまくこう回ってるんでしょうね。なんか延長コードを買ってこないという。お、ピーンって言ってる、ピーンって言ってる、ピーンって言ってるじゃないか。説明書をちょっと読みますね。説明書を読むまでもなく、非常に簡単な構造で、ここに生豆を入れて、それをここに入れて、この蓋をして、この蓋をして、で、好みのその焼き加減にここでそのボタンを押して決めると。まずそれだけみたいですね。待って、このプラスとマイナスは何だ。ローストする時間の設定がこのダイヤルのくるくるでできるみたいですね。そうか、温度はまあ基本的に何か加減する必要がないってことか。じゃあ 70g の豆が2種類入ってるんで、ブラジルの豆の方を、そうだな、なんか1種類の豆を浅煎り深煎りみたいなのをちょっと比べてみたかったんで、これ1回で 70g できるって、この1袋が全部焙煎できるみたいなんですけど、じゃあ 23g でちょっと3回に分けてやってみようか。ちなみに生豆の匂いは、生の豆の匂いですね。 これが加熱されて焦げて焼けてくるとコーヒーの匂いになるんだなっていう、コーヒーのなんか生々しいみたいな匂いですね。植物の匂いです。ちなみに生豆は密封とかちゃんとして、湿度とかいろいろ気をつけておけば結構長期間保存できるんですよね。だからまとめ買いができるっていうのと、やっぱり生豆は焙煎済みの豆に比べると値段が安いんで、まあちょっとコスパがいいかなっていうことと、まあ面白そうっていうことと。 で、買って、あれ、前これ蓋開けた時はもっとグッカチッと閉まったんだけど、このグッと入れてパチッとはまって持ち上げても抜けなくなる角度が、あるある、はい、これで大丈夫みたいな。そして蓋をして、ここに矢印があるから、矢印と何かを、ここに出っ張りがあるから、この矢印とこれを合わせろってことか。これでいいのか。
うん、そうですね、パチッと閉まっている。で、電源を入れて時間を決めると。焙煎時間は3分から25分、適正な入り時間が何分なのかとかが書いてないですが、何か1ハゼ2ハゼみたいな、あ、これだ、わからないから、とりあえず中入りを目指しましょう。2ハゼが始まったら止めるぐらいの感覚でいいのかな。2、3日寝かせると味が安定します。あ、2、3日待てないですよ、もう絶対今日やったら今日飲んじゃう。これを押し込んで、あ、2秒、あ、こいつはカチッて、あの、ちょっとだけ押し込めるボタンですね。この根元までグッと押し込めるような出っ張り感がありますけど、で、このつまみをねじることで時間を調整するみたいですね。じゃあ押してみましょうか。匂いとか音とか大丈夫かな。なんか換気扇とかの近くがいいのかな。わからないので、とりあえず一回やってみるしかないですね。一応他のなんかこう使ってる人の動画とかを2本ぐらい見たんですけど、あ、ついた。15分、15分がじゃあデフォルトってことなのかな。じゃあ15分でやってみて、まだダメそうだったらちょっと時間を追加するみたいなことをしてみましょうか。せーので押します。せーの、お、はいはい、まあ、音的には掃除機ぐらいの音がしますね。これ15分か、なかなかの問題なの。7分経ちました。だいぶ色がついてきてるんじゃないかと思います。おそらくこれうるさくてちょっとこの音取れてないと思いますけど、後で文字かなんか入れるかもしれないですけど、熱は結構出て周囲の空気がほんわりあったかいみたいになっています。音はだから掃除機ぐらいの音で、掃除機よりもっと甲高いキーンっていう金属音が入ってますけど、振動は大したことないです。機械に触るとあのビリビリビリって震えてるのはわかります。豆が焙煎されてるところがガラスで見えてるのは非常にいいです。楽しいですね。今始まって8分ですけど、なんかパチパチと音がしているのをちょっと聞きました。そしてなんかだんだんいい匂いになってきています。お、パチパチいってる。おお。これって二ハゼなんじゃないのかな。色的にはだいぶいい色ですよね。どっちだ？わからないぞ。これを15分やったら行き過ぎになる気がしてきました。あ、いや、でもやっぱり8分ぐらいで1ハゼが始まるっていうから、これ1ハゼの音か。色的にはだいぶ、なんていうか、いい感じに黒い色になってきてますけどね。13分のところで止めました。結構どんどん色がついてっていっちゃったんで、行き過ぎになってるんじゃないかと思って、怖くなって止めてしまいました。背面からは結構熱が出ていて、手袋かなんかないとちょっと冷ますのか。マニュアルをもっとしっかり読んでから使い始めた方がいいですね。あー、わかった。僕冷やすモードに入った時に、冷やすモードに3分間なんか冷やすモードがあるらしいんですよ。それをやらなかったんだ。だから今、多分ファンが回って冷やすみたいなモードがきっとあるんだと思うんですよ。あ、そうそう。3分間冷却モードがありました。氷のマークが出てるから多分今冷却して中の熱い空気を外へ逃がしてるんだと思います。これをやらないときっと熱がこもりすぎちゃって機械にも良くないんだろう。気がついてよかったし。引き終わりました。引き終わると、今回途中で止めたんでちょっとあわあわしましたけど、本来は最初に規定した時間が過ぎると自動的に3分間、クーリングが始まって、で終了って感じですね。今回は途中でやめたんで、手作業で慌てて電源入れ直してクーリングをやりました。一応換気扇などを回して煙が出ますのでやってくださいってことでしたけど、あ、まあ今回豆が少なかったんで、そんなに煙は気にならなかったです。もしかすると 70g 一気にやるときとかは換気扇の近くとかでやった方がいいのかもしれません。それは後々また検証してみようと思います。今のところこうやって机の上で作業して全然、問題なく、上の蓋だけぐらい取っとくか。あ、なるほどなるほど。開けるときにそーっと開けないとこれが飛び散っちゃうかもしれないですね。チャフが上の皿の中に、いっぱい溜まっていて、あ、よくできてますね。
そしてそうか、じゃあこれをそのままパカッと外して、ゴミ箱に持ってって捨てれば掃除完了みたいな感じで、楽でいいですね。このカップと掃除用のハケというかがついてきています。しっかりした作り のいいやつがついてきてますね。もう持てるぐらいになってます。ちょっとほとんどこの中で完結してますけど、厳密に言うと後ろの机の上とかに細かい微粉と茶粉の細かいやつが若干散ってるんで、終わったら掃除機かけるぐらいは、卓上のちっちゃい掃除機とかで軽く掃除するぐらいはまあするかな。でもほぼほぼそのゴミも散らからないし、よいしょ、ちょっと熱いぐらいか、よいしょ、まだ茶粉がだいぶ残っているので、これを、あ、茶粉が、うん、そうですね、あの豆の皮のその薄いやつが、結構残ってるんで、これを何かうまく処理する方法を考えないといけないです。なんかザルみたいなものが欲しくなきな。じゃあちょっとこの豆をここへ出してみましょうか。おっと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 、どうですかね。まあコーヒー豆の匂いですね。茶粉がすごい出たのかと思ったけど、上の方に上澄みに残るからで、もしかすると今回そのクーリングが途中で僕がバタバタしたせいで、ちょっとうまくいってなかったのかもしれないですね。でもまあ茶粉はわずかですね。このぐらいは全然、ブロワーでフフってやって飛ばすのもいいし、手で避けられる程度のことなんで、後でこれをゴミ箱に捨てに行けばいいと。初めての焙煎です。昔あったその全自動機械以来の。途中で止めちゃったんで、これがその入り加減としてどのぐらいなのか、いいのか悪いのか分かんないですけど、ちなみに朝飲んだコスタリカの、これ入り加減書いてねえな、まあこれが朝飲んだお店で焙煎してもらったコスタリカの豆で、これが今自分でやったブラジルの豆で、15分のところを13分ぐらいのところで、なんかその結構黒くなってきたなと思って、止めてしまいました。正直15分までやって、まあいい感じに中入りってことなのかもしれませんね。冷めたんで、まあ 2,3 日寝かすのがいいらしいですけど、 23g か、中途半端だな。お湯の量を減らして 150ml ぐらいにして、11.5g ぐらいで一杯飲んでみますかね。これを保存するあれが欲しいな。で、ちなみにこの辺のパーツは確か簡単に水洗いができますみたいなことが書いてあったはず。上蓋、茶粉コンテナ、ローストコンテナ、受け台、なんだろう受け台って、まあこの辺は水洗い OK のようです。軽く水ですすいでって書いてありました。だからまあこの辺もこのぐらいまで取ったら軽く水ですすげばいいのか。ボタン一つで非常に簡単に豆の焙煎ができて、初めてでおっかなびっくりでしたが、できました。ちょっと飲んでみようと思います。本来は 2,3 日だっけ、なんか何日間か豆を寝かせた方が味が安定するそうです。だから一杯飲んでみて、残りはちょっと寝かせてから飲むとかね。連続で焙煎できないんで、まあ何分間か冷ましてからまた残りのやつをちょっと焙煎してみたりしようと思います。まず保存容器を買わないといけないね。で、真空でパックできるやつがあるから、まあなんかその辺と、これを入れる袋を買ってきて保存して飲もうと思います。てなわけで、とりあえずウィーローストのロースターの、付属のブラジルの豆を 23g 焙煎してみました。で、まあ半分の、まあ、11.6 とかそんなもんか。せっかくだからハンドピックでちょっと、今いびつな形の豆とかあったからのけとけばよかったか。ちょうど、じゃあ 11.6 半分入れて、残りの半分は 2,3 日寝かしてから飲んでみようと思います。グラインダーはキングラインダーの K1 で、引き目は90クリックですね。カップをちょうど温めて、お湯の温度が92度になってるとこなんで、素早く微粉は取らず、ディープ27でやります。お湯の量150ぐらいにして、茶粉が結構出るね。茶粉こしみたいなものをちょっと探してみようかな。すごいガスが出ましたね。まあさすがに焙煎したてだもんね。ちょっと心配になるぐらいガスが出てますけど、なんかお茶のような匂い、なんだろう、
いい匂いですけど、コーヒーっぽくないわけでもないけど、でもそうだな、あの普段入れてるコーヒーとはちょっと匂いが違いますね。あ、なんかでもいい匂いだな。そうだな、豆の量が少ないんでちょっと薄め、 140ml ぐらいでよかったのかな。お湯はいつもよりちょっと薄めかもしれません。あ、でもどうだろうな、なんかしっかりした苦味があって、あのコーヒーらしいコーヒーというか、酸味よりは苦味を強く感じる味ですけど、こういうの好きなんで、あ、いいじゃん。苦味がでもちょっと強いかな。いや、でも美味しいです。これは良かった。あの生豆の方がやっぱ焙煎済みのやつよりも豆としての値段が安かったり、保存が効いたりとか、もちろんこの焙煎の手間があるんでどっちがいいとも言えないし、もちろんここでやるよりもプロの焙煎師の人がちゃんとやったやつの方がその焙煎しっかりしてるっていうのはまああると思うんですけど、自分でやるところのいいところは、例えば同じ豆の朝入りと深入りを飲み比べてみるとか、あるいはそのだからもう確実にその焙煎したての一番いい状態のものを飲むことができるとか、まあ、メリットいっぱいあって、そうですね、あとは、単純に面白いということと、焙煎している時のそのコーヒー豆のその焦げていく匂いとかいい匂いだったりするんで、難点はまあその20分弱ぐらいバーッと掃除機ほどじゃないかな、でもまあまあ掃除機ぐらいの音がするってことと、熱と煙が若干出るってことと、ただ今 23g 焙煎しただけではなんか煙がすごくこう部屋に充満するみたいなことは全然なくて、今換気扇をちょっと一応その焙煎し終わってからあのつけてみましたけど、さそのやってる最中は音がうるさかったんでつけなかったんですけど、全然それでも気にならないし、まあ換気扇つけなくてもいい、なんか匂いがこもるとかもないんでよかったです。もしかしたらだから 70g フルにやるときは換気扇の下とかでやった方がいいのかもしれないです。あ、これでだからいろんなその入り加減のものを試してみることができるんで、味比べがはかどりますね。本当にその沼に垂直に飛び込み選手のように飛び込んでますけど、で足だけが水面からプカッと出てるような状態ですけど、まあ楽しいんでね。ウィーロースターはコーヒーに興味があってなんか焙煎やってみたいなと思う人にはものすごく値段的にもその3万円しないぐらいの焙煎機でこんだけのことができて、入り加減もだから微妙に調節もできて、すごくいい機会なんじゃないかなと思います。まだしばらく使ってみてから改めて感想を言いますけど、ファーストインプレッションとしてはその僕みたいにそのマニュアルをバラバラと読んだだけで電源入れてボタンポッと押したらもうできたって感じなんで、ちょっとびっくりするぐらいその焙煎が簡単になっていて、非常にいいですね。あ、いや本当になんか美味しくできてるじゃないか、へー、ということでした。ウィーロースターのウィーローストだ、ずっと間違えした、ウィーローストでした、やばい、ウィーローストのホームロースターです、もうこのごっちゃになっちゃってるということでした。最後の最後に、ウィーローストのホームロースターの紹介とそのファーストインプレッションでした。ありがとうございました。このチャンネルは、まあ、年筆とか手帳とか、まあ、コーヒーとか、まあ、おじさんの趣味みたいなものを、主にやっています。あとはカメラとか、ガジェット関係の、まあ、レビューとか紹介とかそんな感じですかね。で今、僕はプロのイラストレーターで漫画家なので絵の話を専門にするチャンネルを作りました。阿部義俊画報というチャンネル名で、ぜひまだ動画、少ししか出してないですけど見に来ていただけると嬉しいです。ということでした。ありがとうございました。ではでは、はい。